いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お供の稲垣です。そして小林でございます。島田もおります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて早いものでございます。なんと、もうほとんど1年の半分が過ぎ去り、はい、今回はですね、この配信では、この23年、24年の、はい、何？ウィンターコレクションの先行予約を始めるということで、はい、そのお知らせの回でございます。ありがとうございます。もう、稲垣さん、今ちょうど私、はい、その前の展示会のデリバリーを受けて、あれ、こんなに頼んだかなみたいな、きっと同じ思いをしているお客様もたくさんいらっしゃると思うんですけど、また新作が出て、また欲しいのばっかりなんですけど、どうしたらいいの？大変なことになってるのは、こちらもそちらも同じでございます。で、先行予約、7月の14日の金曜日13時から17日の月曜日の13時のこの間に予約していただくと、はい、いろいろと皆さんには、早めに着くの？ん？確実にゲットしていただいて。ということでございます。ということで、カメラどっち？こっち。はい。ということで、でね、今日ここの倉庫に、いくつか、その先行予約できるもののサンプルが届いておりまして、はい、で、その中で、はい、それぞれがちょっと気に入ったものを、はい、皆様に、ほんとちょこっとずつお見せするという回でございます。はい、こちら、私選ばせていただきまして、はい、モーツァルトの、正統派のね、新作。さんらしい新作が。そうですね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと多くないですか、この形それぞれ。なんかオーセンティックって今までなかったのが不思議ぐらい、ちょっとずつね、サイズ感だったり、はい、縦横のバランスだったり、そう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 、ハンドルだったり、はい、付け方が違うだけでこんなに新鮮に、はい、ついてんだついてんだ感つけてられるから、はい、いやでもこの形このままなんかポヨンって持ちたいねえ、なんかこうちょっと懐かしい感じもしながら新しいね、はい、うん、しっかり詰め込まれたサイズバランス、はいはい、しかもモーツァルトで、もうやっぱりモーツァルト、いや本当私も続けてくださるんですね、はい、ありがちじゃないですか、 ADMJ さんって意外となんか あれ気に入ってたのにもうやんないのとか、あの素材もうないのとか、うん、意外とね釣れないことあるじゃないですかでもモーツァルトはやっぱり本当にこれはこの素材の右に出るものはまだデザイナーの中で出てきて、あのビッテリアルマとかまた違う ねつるっとしたね表面感のありますけど、このシュリンクでこの肉厚感なのに軽くてこの発色とね、もう本当にまあラグジュアリーブランドがこう使ってはいるけど、うん、だんだんこのモーツァルトってさえもやっぱ使うブランド減ってきてますから、うん、もう本当材料高騰、大変ですね、はい、いや本当それもあるからね、いやもう本当でもお願いだから続けていただけたら嬉しいです、はい、あるある限りで、ストラップもちょっとでね、今これ形が実はモーツァルトのシリーズで3つあったわけさ、これでいいんだよね、はい、で、それぞれから1点ずつをピックアップしてきました。で、色もこの形で、同じくこちらのクラウドと、はい、それから、ブラックでよかったっけ、ブラック、はい、ターコイズです、真ん中は、あ、ごめん、ターコイズ、はい、ターコイズのブラックと、はい、ありますので、まあ、皆さんちょっとだけイメージしておいてください。真ん中の形もこれが可愛かったのよ、ね、これ可愛かったのよ、これまた、あ、ストラップが形によって違うんだ。そうですね、はい、形によって色によって、あ、色によって違うのか、はい、じゃあこれの、クラウドだったらおおよそこれかなっていうことかな、まだ全部見てないので、そうなんです、ごめんなさい、私たちもまだよく見、はい、あとありがちなのは時々サンプルと仕様が変わることもありますので、またその辺は追ってね、オンラインの方見ていただきたいんですけど、はい、この形もいいね、これね、はい、ちょっと本当にちょこっと持ちができるように時代もなってきたのでね、はい、可愛いです、可愛い、これ持てます。そしてこれよ、これこれね、
もう一生働けるこれさえあればどう？まだまだ働けます。まだまだ働けますそうだよね、61歳頑張るよ。さあ、ね、これちょっとかっこいい。あ、このいやばなんかさ、ね、もうすっごい、いいたまらん。うわ、あのこれサンプルですでにこの柔らかさって。そうですね、新しいのにやっぱり芯の入れ方だったりモーツァルトの柔らかさを出すための、まあ、仕様になってると思うんですけど、まだまだねこれから本番どうなっていくか商品説明動画しっかり見ていただきたいんですけれども、そのままだね撮ってもいないのでね、はい、BDMJ の展示会サンプルってファーストサンプルなんですよ。あ、そうなんだ、はい、だからここから改善加われて、はい、バルクにあの量産に行くっていう形なので何が起こるかわからないですけれども、ちゃって言っちゃった。でもファーストサンプルで展示会やるのなんて世界屈指というねあの ADMJ だけだと思います。 そうだ、それも職人とデザイナーが顔と頭を突き合わせて打ち合わせをしてるからこそこれが生まれてる、 できるんですよね、はい、いやちょっとね、モーツァルトがお好きなお客様には、はい、私はこの3点の中から今回は先行予約をされることをお勧めさせていただきます、はい、ということで私はモーツァルトシリーズを選ばせていただきました、はい、どれにしようかな、ちょっとこれから悩ませてもらいますではお願いします、はい、いつも ADMJ TV をご覧いただきまして誠にありがとうございます、私が選んだのはこちら、前回コレクションで出てきたワンショルダーバッグ、モーツァルトで前回はご紹介をさせていただいたんですけども、はい、デリバリーされたばっかりです、島田君。そうなんです、ね、あの私もモーツァルト最強説にはすごく賛成派なんですけども、うん、はい、何この革っていう素材がまたこれ ADMJ のコレクションでも初めて使う、はいはいはい、おそらくこれヤギ革なナッパレザー。ナッパじゃないですか。ですよね。あの今日ちょっと田中デザイナーがなんと休んでいるということで、これが何の素材なのか何という名前の革なのかわからないっていう状況なんですけども、直感で選びましたよね。そうです、好きなもの、はい、さらにこのこれあれ、あの前ベルトについてた、はい、点々、いやまた別、いや、お、一緒です。はい、あの刺繍機で上げている、このボールチェーンを、そうだよね。キルティングで刺繍をしてるんです。うわ、これちょっとキラキラっと、ボールチェーンがするのは、はい、球体ではなくカッティングを入れることで、この光の反射で、キラッと見る。これがしかもなんと贅沢に、両面刺繍が入っているという、かわいくないですか？すごい贅沢。はい、いや、こうボールチェーンのあれを使ってるの、すごくない？すごい綺麗な、これはちょっとキラッとして、はい、やっぱ黒秀逸だなーって。綺麗ですよね。いいね、はい。そしてこのサイズ、前回も出ていたサイズなんですけども、はい、今回さらに一回り小さな、あ、かわいい子ちゃんが、このサイズめちゃめちゃかわいくないですか？ね、平野さん、これで通勤しないで何があるの？このサイズで通勤してきたら、もうちょっとお財布は止まりますよ。コンパクトな、はい、小さいタオル感覚、小さいタオルでも入るね。そうですね、マチあるから、マチが、はい、これだけ10センチでもなんかちょっとお呼ばれした時とか、はい、食事に行く時にこのぐらいのちっちゃいバッグを、そうだよね、ポロンと持ってたら、はい、なんか可愛いですよね、うん、今ここカメラ前には3色ご用意してますが、はい、このシリーズは他にカーキ系とブラウン系全5色でのご紹介となりますので、またこれ迷う範囲が広がってぜひあの楽しみに商品説明動画もご覧いただければと思いますので、はい、ご期待ください、はい、では小林さんお願いいたします。はい、もう本当に家の中でどうやってしまったらいいかっていうのが最近の私の課題ですが、私が選んだのはこのタスカニア社の新しいクロコダイル型押し、見てください、このキラキラ度てます、ね、このこれ国子のためのバッグじゃない、ね、実はあのタスカニア社が日本に出張に来て、うん、ADMJ のショールームを訪れた時に、ま、新作の素材を見せてくれて、それをの中から私と小林が選んだのがこのクロコダイル型押しの新作なんですね。うん、もう一目見てこれだって二人とも
もう即決した素材で、ちょっとごめんなさい、私勉強不足で田中くんがいないので素材の名前その時からもう半年以上経ってるので忘れてしまいましたが、あの2色なんですね。このちょっとこうシルバーっぽいプラチナ、そしてシャンパンっぽいお色、この2色展開で、それぞれこれハンドルがナストルティースピガートを使っているので、以前あのパワージェットでねこういう仕様ありましたけれども大人気で、稲垣さん素敵ね、はい、すごい素敵だこれ、私たち、うん、大阪に行った時にお持ちして、はい、あっという間に完売したデザインの素材が変わっているものと、はいはい、このあのモーツァルトで稲垣さんがおすすめした素材で、あ、そう、同じ形のこのクロコダイル片押しのタスカニーヤスの、これもクロスボディしたら可愛くないですか。あ、これ本当に私全部そしてほらモーツァルトかぶりで同じ形でこの印象違いますよね。なんかそれもいいな、ちょっと金運良くなりそうな、ね、そんな、ね、でもちょっと上がりますよね。これ持っただけでカジュアルな、ね、装いでもちょっとお呼ばれした時でもお使いいただけるようなこのクロコダイル片押し、はい、そして、まあ、これはもう本当にねどれ か必ず私は形を選んで買おうと思って、今回スペシャルなものが実はございます。この人ね欲張りなんですわー、これですね、めちゃめちゃいい。これフランスのこれ前マジックライトでハンバーガー、はい、私ハンバーガー のマジックライト買いましたけど、今回ツイードに贅沢にもコード刺繍をハンバーガー入れました。この実はツイードはあのブランドが今ジャケットで着るやつでしょ、はい、100万円以下のジャケットなくなりましたから、え、マジで、はい、そのぐらいこのツイードも値上がりしているんですけど、バッグで本気で使ってみました。これなのでデザイナーがパリの展示会で、はい、プルミエールビジョンという、うん、展示会で、選んできたんですけれども、ね、なんかこれとお揃いのジレとか作ってほしいなって思うぐらい。え、じゃあ100万円しちゃうのこの100万円はしないですけど、まあ、ADMJ の正しいプライスで、でもねこれは本当にかわいい、触れた時に、はい、なんていい素材なんだろうっていう、柔らかいんですよ、ね、滑らかなんだよね肌触りが、ツイード部分やっぱりこれシルクだったり素材自体がもう本当に上質なものを使って、うん、やっぱ贅沢ですよね、こんなファンキーにこんなカジュアルにこんなに大きいトートをこの素材で作ってること自体が贅沢の極み、もうこれぞセレブ、そうでこれをカジュアルに持つのがやっぱりね可愛いと思うので、そこどうなってるの、贅沢を、革ですね、贅沢を知り尽くしたこれね、おそらく私思うんですけど1枚布だと思うんです、そう言っておりましたですよね、はい、ここそれなのにわざわざ革の底をつけてるので、ここにもいるのよツイードがそう、もうこれでなんか私作ってほしいみたいな話ですだけで、ね、私のジャケットのポケットだけでも作ってほしい、ここをくれないってポーチ欲しいですよね本当ですよね本当にそのぐらい贅沢にお作りしている、贅沢だ、これねよく見ると柴田さん寄れますかね、金糸だとかちょっとラメっぽい、これ五社根六社根なんだろう、ちょっとね商品説明動画の時にはしっかりどんな糸が入っているか、はい、ね、いやすごいね、すごいですよね、でもねこれ本当にパッと見たらちょっとなんかギャルっぽい感じだけれども、はい、これ贅沢をしている大人の女性が持つものなので、はい、そういうなんか方たちに持っていただける一品に仕上がって、はい、今はっきり言いました、ギャルには買わせねえぞギャル見てないですよねいや本当素晴らしいね、今回スペシャルな素材が、はい、また新作でね、はい、揃っておりますので、はい、ぜひもう小林さんこの前予約したのが今届いてるのよ、私も一緒です
でもまた欲しくなってしまうこの新作たちを、まあ、確実にゲットしていただくために、7月14日金曜日13時から予約を開始して、はい、17日の月曜日の13時で、一旦ストップさせていただきます。この時にオーダーしていただけたら必ずゲットしていただけると思います、はい、なんでこんなことを私たちその後も予約してるじゃん小林さんっておっしゃるお客様もいるかもしれないんですけれども、インポートの素材は一旦あるだけなんです。その後本当にお客様のご要望が多ければまた再輸入を私たち試みますけど、 ADMJ のバッグってこういうインポートの素材ははっきり言って素材が直です。お寿司屋さんの直と一緒で本当に仕入れた時の正しいコストを商品に載せてるので安くなることもあるし高くなることもあるので、うん、前回と同じ価格にご用意できないこともあるんですね。そのために先にご予約取って、うん、先に、仕入れた素材に関しては、ご予約の価格でというふうに私たちにも今本当に想像がつかない事態に大変なんですね、はい、そうなんですよ。この円安、まあ、皆様もご存知だと思うんですけど、私も出張に行ってとにかくびっくりしました。全てが3倍、うん、なので、まあ、この素材私たちがもう仕入れてある材料に関してはこのご予約の価格で一旦は受けたまわります。そして人気が出たものに関してはね、はい、また営業の方で追加しようよってなった時はまた本当に異なる価格が出てきてしまうかもしれないんですが、ぜひご予約でゲットしていただけたらと思います。え、する？そうなんですよ。どうしよう、ぜひぜひ、はい、お客様、私たちも努力していろいろ船便とか輸送費だったりっていうのはかなり努力してるんですけれども、なかなかこんな ADMJ みたいな小さい会社では世の中を動かすことができないので一生懸命、作っております。ぜひご予約をお待ちしております。それでは今日もご視聴ありがとうございました。